境、教育、暮らし、健康、雇用。都議会議員選挙を考えるということで、まさに選挙中なんですよね。いろいろと、皆さんもどの候補に投票しようかなと思って、駅なんかでもご覧になっているかと思うんですけれども、まず基礎的な事項を確認しておきたいと思います。1ページの1の丸1ですけれども、まあ、選挙事由、これは議会議員の任期満了ということで、まあ、任期満了に伴ってね、任期4年間が終わったので、終わるんですね。次の、ですね、4年を務める人を、選ぶということであります。で、公示日が、2017年6月23日投票日が、7月2日で即日開票となっています。で、有権者数なんですけれども、これ6月22日現在で1126万6521人。これがですね、今までの選挙と何が違うかと言いますと、昨年18歳以上に選挙権が緩和されましたけれども、まあ、このいわゆる18歳選挙権以降初の都議選になりますので、まあ、今年ですね、18歳以上の若い方がまあ初めてですね、都議選に投票するというような状況になっていまして、まあ、大学生でもですね、授業していてもかなり関心は高いという印象を持っています。で、基本的に地方議会議員選挙というと、統一地方選挙で、一緒にですね、選挙を行うわけですけれども、まあ、東京都議会議員選挙は時期がずれているということで、まあ、これはなぜかと言いますと、まあ、東日本大震災の被災地を除いた場合ですね、統一地方選挙において執行されない、都道府県議会選挙の一つがこの東京都議会議員選挙でして、他は茨城県と沖縄県議会議員選挙ですね。これは茨城県はやはりですね、途中で解散をした、自主解散をしたというケースでありまして、沖縄県の場合は返還されてからということで統一地方選挙の時期とずれているということになっています。で、都議会議員選挙、なぜ時期がずれてしまったのかというと、1965年の6月、まあ、これまさに東京オリンピックを間近に控えている時期でありまして、6月にですね、東京都議会が自主解散をした。で、その自主解散に伴って、選挙を行っていますので、統一地方選挙から時期がずれています。で、この1965年の東京都議会議員選挙、これはどういう状況だったかというと、まあ、最近と似たような状況がありました。1ページの真ん中あたりに、載せておきました。実はですね、東京都議会黒い霧事件というのがありまして、まあ、これをきっかけに都民の都政刷新を求める声が非常に高まっていきました。で、社会党など都議会の野党も都議会解散を求めまして、まあ、5月24日には野党4党、社会党、公明党、民社党、共産党に、東京地方労働組合協議会、いわゆる東京地協と言われているんですけれども、など5団体が参加した都政刷新都会議解散リコール統一本部というのが発足しました。で、6月5日から統一リコール、これ代表請求人が中尾義雄さんですね。翻訳で有名なシェイクスピアの翻訳で有名の署名運動が始まりましたが、まあ、リコールによる解散というのはさすがにちょっとイメージが悪すぎますので、まあ、これを避けたい自民党がですね、主導して国会の方でですね、地方公共団体の議会の解散に関する特例法というものを急遽ですね、作りました。で、これが成立したので、それに基づいて、6月14日の臨時本会議で都議会解散決議案というものが全会一致で可決されまして、解散する。で、都議選が統一地方選挙とは2年ずれて執行されているというのは、この時の解散のためであるんですね。で、この頃ですね、この東京都議会黒い霧事件、後で詳しく説明しますけれども、これに対するですね、やっぱり批判というのがすごかった
ものすごいものがありまして、まあ、連日新聞でも大々的に報道されています、まあ、新聞とかテレビもですね、大々的に報道されていましたし、議会の方もですね、非常に深夜まで、論戦が続いたというような状況がありました。で、各党はこの時、都政刷新を旗印に激しい選挙戦を展開しまして、7月23日に投開票が行われました。でこの時の選挙結果、都議会野党だった社会党が45議席、前回32議席を獲得していたわけですが、45議席を獲得して第1党に躍進しました。でこれに対し都知事与党であった自民党は、過半数の61議席を大きく下回りまして、定数の3分の1を割り込んだ38議席、これ前回69議席からいうとですね、大幅減ですね。でこの獲得にとどまって第2党に転落をしました。でまた公明党は候補者が全員当選したほか、共産党は戦後の都議選で2議席以上取れなかったという壁があったんですけれども、まあ、これを突破して9議席に躍進をした。でさらに前回選挙で全敗した民社党は4議席を獲得して都議会議席を回復することができました。となってくると、まあ、都民の怒りが非常に高くてですね、投票率高いのかなと思いきやですね、一連の汚職事件に対する都議会への不信感というのも相まって、前回選挙を大きく下回る 58.58%、前回選挙が 67.85% だったんですね、この時。で、あったということです。で、この選挙の結果、保革の勢力が逆転をしまして、実はこれだけにとどまらない、しまして、2年後の1967年4月に、美濃部良吉革新都知が、知事が誕生するというきっかけになったというのが実は結構大きな出来事であったわけですし、まあ、美濃部都政というのはですね、いわゆる革新自治体の、先駆けでもあったんですね。ですから、まあ、突然の社会党系もですね、知事が誕生したというわけではなくって、まあ、議会のですね、最大勢力が当時社会党になったという点でおいてですね、まあ、都民の側にもそんなに社会党あれるというのがなかったというのが、大きな要因として挙げられるわけですね。で、この時、自民党がですね、国会で急遽成立させた地方公共団体の議会の解散に関する特例法ですけれども、まあ、内容としてはどういうものかというと、1ページの一番下に挙げておきましたが、地方議員の4分の3以上のものが出席し、その5分の4以上のものが賛成すれば議会を自主解散できるという規定のを含んでいるものなんですね。で事例としては東京都議会とか茨城県議会、これは1966年12月の事例があります。ではそもそもですね、この、きっかけになった、東京都議会黒い霧事件というのはどういうものだったかというと、2ページからですね、3ページにかけてまとめておきました。これ結構凄まじいんですけれども、ですね、まず1960年代当時、一般都議会議員の報酬が月16万でした、まあ、月額16万円だったんですね。でこれに対して都議会議長の報酬が月額24万円で、まあ、これだけだとそんなにすごいうまみはないんですけれども、これに年間交際費が2000万円加わるんですね。65年当時の2000万円、まあ、60年代の2000万円ですから、これは結構溜め込んで家を建てたとかいう話は結構あるみたいですね。でしかも、2000万円使い切っちゃって足りない、不足するとなれば、さらに議会の予備費から持ち出すことができるというですね、こんな規定があるからこうなるんだろうというとしたらですね、言えないわけなんですけれども、まあ、ですから青天井の交際費があったということですね。でまた都議会議長は自動的に全国都道府県議会議長会の議長につける上に、任期中は1ヶ月間の外遊も可能である。まあ、当然これと外遊の費用はもちろん公金からということなんですね。というわけで、お金と名誉を求めて議長希望者がもう相次いで名乗り出ると。今議会の議長というとなんか持ち回りで別にそんなにうまみもないので、
ぜひ我こそは手を挙げるということはないんですけれども、まあ、当時はですね、こういう状況ですから。で当然ですね、あのこれ交際費なんかもですね、領収書はいらないんですよ。公開義務がある、あの公開義務がないというだけではなくて、領収書もいらないということですから、まあ、いいねで使いましたよという自己申告で、もらえるということになればですね、これは誰もがやりたいなと思うのは当然のことであるんですね。で、まあ、都議会議長の座を巡るというと、まあ、これは当然自民党の、まあ、都議会の過半数を当時占めていた自民党に所属しての都議でないとですね、難しいわけではあるわけですけれども、まあ、都議会議長の座を巡っては都議会過半数を占める自民党内では賄賂が飛び交っている、まあ、つまり賄賂をですね、渡してでもあの議長になってしまえば、これだけ使いたい放題なので、もう元は十分取れるというわけなんですね。そして1965年3月9日実施の東京都議会議長選挙にはですね、3名が自民党内で立候補しまして、まあ、当然のごとくですね、会派内で賄賂が飛び交っているというわけです。で、第20代のですね、まあ、都政施行は1943年なんですけども、以降20代目の議長が、就任したんですが、贈賄側が逮捕されたのを皮切りにですね、議長現職のまま、この当選したですね、小山議長が、逮捕された。で、捜査は6月中旬まで進められたんですけれども、まあ、この小山派が5人に対して130万円、あの当時の130万円ですから、かなりですよね。で、まあ、あの負けた対立候補の加藤派は2人に30万円。さらに負けた、藤森派も、9人に185万円の賄賂を送ったとして、計15人の都議が、贈収賄、あの総額345万円分で、訴追をされました。で裁判ではですね、自民党内の議長候補選定のための投票行為は党員としての政党活動か、議長選出の職務権限を持った都議会議員としての行動かという問題が浮上したんですけれども、もう、まあ、裁判所としてはですね、両者をことさら分離して無関係のものと考えることは不合理である、密接不可分の関係にあることはほとんど自明の理としてですね、公判中に死亡した2名を除いた13人に、有罪判決を下しまして、まあ、70年1月までに全ての判決が確定したということです。まあ、これだけでもですね、ちょっとふざけんなと有権者としては非常に、腹の立つことではあるわけですし、多分この報道が出て初めてこの議長交際費の話なんていうのは知った都民が多かったのではないのかなと思います。で、まあ、これだけでもですね、あの非常に、ひどい話だなということなんですが、実はここに至るまでに関連する事件としまして、あの都議会をめぐる不正事件というのがですね、1963年から65年にかけてあのたくさん発覚をしていまして、まあ、都議とか都庁の幹部とか、元副知事が訴追をされたという出来事がありました。2ページの、下半分のあたりご覧ください。まず1963年に発覚した事件としてはですね、都財務局用地部長用地課長はですね、まあ、都営団地の用地買収の際に便宜を取り計らったという見返りとして、まあ、賄賂をですね、受け取っていたということ、まあ、それからですね、元都議会議長も議長在任中に、やはり都営団地の用地買収の予算の、議会通過をめぐってですね、賄賂を受け取っていた。それから、ですね、都の外郭団体である東京都競馬株式会社社長がですね、この競馬場の施設の賃貸問題について、まあ、値上げをしないように議決をしたりとかですね、同社がレジャー施設を作ろうとしていた埋め立て権譲渡問題で、いろいろとですね、自分の、たちに有利になるように前自民党の、幹事長に頼んで、500万円の賄賂を送った事件ですね。さらにですね、外郭団体財団法人から公金300万円を横領し、さらに、150万円の収賄をした事件というものとかですね、さらに3ページので長いですが、今度は用地買収に絡んで1000万円の収賄の約束をした疑惑なんていうのも出てきました。
それから、さらに、都議会議長選に立候補をしようとしていた人から、30万円の賄賂を受け取ったということであるとかですね、それから、都知事選で、少子の偽造を行ったとかいうですね、事件もありました。でこれが1963年に発覚をしたという事件で、なんか都庁の内部とかですね、都議会内部で賄賂、結構かなり高額な賄賂をですね、平気でやり取りをしていたということが明らかになっている。でさらに1965年に発覚した事件としましては、今度はですね、自民党の都議とですね、都の衛生局の食品衛生課長が、食肉移動販売所の営業許可をめぐって、まあ、1000万円とか500万円、さらにだから合計1500万円ですか、を、要求した事件があった。それから、さらにですね、製パン業者からこの都衛生局食品衛生課長が、2万円の商品券を、賄賂として受け取った事件なんていうのも発覚しましたし、さらに自民党の都議がですね、ボーリング場の建設確認申請をめぐって反対請願運動による反対制限の審議を、これボーリング場側に有利に取り計らうためにですね、やっぱり業者から100万円の賄賂を受け取ったなんていう事件もありまして、まあこれどうも内田さんなんか非常に可愛いんじゃないかというぐらいのですね事件が続々と発覚をしてきた。でこれだけ発覚して、なんか都庁とか都議会おかしいんじゃないのと思っていたときにですね、この議長選挙をめぐっての贈収賄というのがですね、明るみになってですね、まあ、これ都民の怒りというのは当然頂点に達したということでありまして、で今もそうですけれども、都議会自民党の不祥事というのは、これ国政選挙に跳ね返ってくるということを、自民党本部は非常に警戒をしますので、まあ、じゃあリコールされちゃうと困るので、じゃあ慌ててですね、地方議会の特例法を作って、自主解散できるようにして、まあ、なんとかですね、自分たちに、国際の方で自民党本部にですね、有権者の怒りが、飛んでこないようにですね、なんとか収めようということで、特例法を通した。で結局その、本部のですね、意向を組んで、都議会自民党も賛成に回って自主解散というのが決まった。いうことでありまして、まあ、ですから、50年ぐらい経ってもですね、やってることはあまり変わらないんじゃないかというようなことが、出てきているわけですね。そして、選挙の結果、社会党が第一党となり、クリーンなイメージを持っていた美濃部さんが都知事になるというところまで流れが出てきていまして、まあ、非常にですね、昨今の、ちょっと順番逆にはなっていますけれども、昨年都知事選挙が行われて、なおかつ今年都議会議員選挙ということでですね、まあ、なんか歴史を繰り返すみたいな感じはあるんです、まあ、逆に言うとですね、この頃よりはマシになっているのだろうけれども、やっぱりなかなかですね、都議会改革ということが進んでいかないとか、まあ、自民党の、トレーニングとかですね、都議会自民党というのはなんかどうも古臭いこういう利権体質というのはまあ未だにあるのかなというような感じではありますね、はい、ではじゃあそもそも今回の選挙というのを見ていきますけれども、3ページの丸2のところをご覧ください、議員定数、これはですね定数127議席です。で選挙制度というのは、これは1人区である小選挙局と、2人区から8人区までの大選挙区の並立制になっています。で、ちょうどすみません、経線切れちゃいましたけど、表に、定数を並べておきました。まあ、一番注目をされている一人区ということで言えば、まあ、千代田区ですね。定数1の千代田区でありますし、それからですね、例えば現院区ですね、数が減らされているですね、選挙区ということで、北区が、これが4から3になりまして、で現職が4人立候補していますから、現職のうち必ず1人は落選するということになりますので、まあ、誰が落選するのかなということで、この北区ですけれども、都民ファーストの会のですね、幹事長である音喜多駿さんがですね、他ですね、北区選出でありますから、まあ、音喜多さんどうなるのかななんていうことも含めてですね、メディアでもたびたび取り上げられています。それから世田谷区、これは定数8でありまして、まあ、かなりの人数がです
ですね、立候補しているというような状況になっています。ただこの世田谷区の場合はですね、都民ファーストの会公認ということで、2名、立候補していますけれども、それだけではなくてですね、自民党、会派自民党をですね、離脱して新会派、新風自民党というものを作ってですね、小池さんと、共に、歩むんだと言っていた、自民党の、都議がですね、自民党公認のまま、新会派ということで、選挙区立候補をしていまして、都民ファースト関係ですね、小池都知事関係の人が3人立候補していますので、どうもこれは3人で票の食い合いになるのではないのかなということは、指摘をされています。で、選挙前の勢力はどういう状況だったかというと、4ページのところをご覧ください。東京都議会自民自由民主党、これはですね、議員数57名で、第2回は都議会公明党、これは23名ですね。そして、これがまた怪しい名称なんですが、東京改革議員団、これがですね、後でもお話しますが、実は民進党のですね、会派名ですね、18名。なんかいかにもですね、小池さんと一緒に東京大改革と言っているような感じなので、これがまた有権者にですね、非常に誤解を招くような状況になって、で、日本共産党東京都議会議員団が、17名、それから都民ファーストの会東京都議団が、5名、この5名はですね、無所属なんですが、元みんなの党の系列の、方々です。それから都議会生活者ネットワークが3名、それから新風自民党、これはですね、自民党の会派を抜けてですね、小池都知事と共に歩むというが、作った会派ですが、これが1名、それから無所属深呼吸のできる東京、これは渋谷区選出の、方で元民主党なんですね、が1名、それから無所属東京みんなの改革、これもですね、議員数1名なんですが、やはり元みんなの党の、方であります。それから、無所属ではあるんですが、日本維新の会東京都議会と名乗っている方が、1名ということで、定員が127名ということになっています。で、よくですね、議会で問題になる一人会派という名称で、世田谷区議会でもですね、一人会派にいろいろと制限が加わるということで、問題になりましたけれども、実は都議会においてはですね、一人会派の結成自体は認められています。しかし都議会における会派は議会内に結成された議員の同志的集合体を言うと定義づけられています。ですから、議員の集合体ではない一人会派については、2001年12月より会派名称の使用を認めないというようなことになっています。ですから、表記としては一律に無所属という、表記になることが決められています。ただし東京都議会の公式サイトにおいては、会派名無所属の後ろに括弧書きで所属議員が名乗っている団体会派名が表記をされています。で、今回のですね、東京都議会議員の、立候補者数ですけれども、党派別の立候補、数の定数が127、欠員1ですが、候補者数は自民党60名、民進党23名、公明党23名、共産党37名、日本維新の会4名、社民党1名、これは世田谷選挙区なんですね、それから、都民ファーストの会は50名、生活者ネット4名、諸派が17名、無所属が40名となっています。諸派というのは、これはですね、政党などを名乗っているんだけれども、非常に少数政党でありまして、政治資金規正法等でですね、政党と、認定されていないような、団体の、所属の人を諸派というふうに言っています。で、今回の選挙の争点というのが、あまり争点見えてこないんですけれども、一番大きな争点としては、やはり小池都知事率いる都民ファーストの会が過半数を制することができるかどうか、
これは後にお話しする二元代表制の問題とも関連して非常に重要な、争点というか論点になっています。それから2点目の争点として大きく取り上げられているのがですね、豊洲市場問題。豊洲市場に移転するのか、それとも築地に残るのかという話でですね、対立構造ができていたんですが、さすがにですね、都民ファーストの会、小池都知事もですね、当初は都議選後までですね、この問題、態度を明確にしないで引っ張る予定だったんですけれども、決められない政治という形で、非常に批判が相次ぎまして、都議選を前にですね、豊洲に移転するんだけども築地も活用するというですね、それって何なのというようなですね、ご自身アウフヘーベンだとおっしゃってるわけですが、そういうプランを提出してきたという状況ですね。で、簡単にまとめてみますと、自民党は豊洲市場へ移転をすると、で公明党も実は豊洲市場へ移転をするということを主張しています。で、共産党、これは豊洲移転に反対して築地市場を再整備しようというふうに、おっしゃって公約にしています。それから民進党、豊洲市場への移転には十分な安全対策などが必要だと言っています。共産党は面白いですけど、中央からですね、建築コンサルタントの森山さんが出馬されていて、彼は豊洲問題に関してですね、一時非常にテレビなんかに出ていた方なんですけども、彼を共産党はですね、非常に推しているというような状況になっています。それから都民ファーストの会ですが、公約として豊洲市場に移転し築地を再開発するということを言っています。で、生活者ネットは豊洲移転に反対、築地市場を再整備する。再開発と再整備がどう違うのかというと、これがなんかいまいちよくわからない状況ではありますし、それからですね、豊洲と築地両方使うんだよというのは都民ファーストの会、小池都知事のようなですね、話になってきますと、今度コストが二重にかかってくることになりまして、大体1兆円ぐらい必要になってくるということになります。そのコストを誰が負担するのかということが非常な問題でもありますし、じゃそれだけ東京都にお金があるんだったら、オリンピック開催の他の自治体と今お金の問題で揉めてますけれども、だったらうちは払わないから東京都で持ってねっていう話にもなってきますから、これはですね、豊洲問題だけに限らず、結構各所に飛び火をするようなんですね、どっちつかずというか、どっちもというかなプランになっているんですね。で、これに対して、これはですね、一番の争点に、マスコミでは何でしたか、目しているというところであります。それからですね、各党の公約を見ていきますと、共産党、民進党、特に野党共闘を進めている両党でありますけれども、都議会選挙に関してはですね、国政の、安倍政治を許さないということをですね、この都議会議員選挙の結果によって示したいんだということを言っていまして、要は安倍政権に反対をすると、共謀罪の問題等で、あとは賭け問題で、賭け方問題ですね、で、安倍自民党に反対をするということがこの都議会議員選挙の非常に重要な問題点なんだというふうにですね、掲げているわけなんですけれども、これは確かに重要な政治的なですね、争点としては重要な争点ではあるんですが、ただそれは国政マターであって、東京都は東京都で、それなりの、東京都の、政策課題がたくさんある中でですね、その争点よりも国政で、確かな野党を作ることが重要と言われてしまうと、これはちょっとどうかなという印象は、有権者は結構持っているように思います。共産党、だから地方議会選挙ではですね、常に以前からですね、その時々で丸々政治を許さないとかっていうとか、丸々政権の、横暴を許さないとかですね、そういう選挙広報を書いてビラを配っていまして、確かにそれも重要なんだけれども、地方議会の役割って果たして国政に反対をすることだけなのかというと、ちょっと疑問が生じるというような点も正直なところですね。
から、もう一つ争点として大きなものにあまり、マスコミ等では取り上げられないんですがなってきているのが、都議会改革の問題です。産経新聞に非常に面白い記事が載っていましたので、載せておきました。改革争点、都議のお仕事とは、年80日の定例会、報酬は1372万円という記事なんですね。読んでいきます。都議選が公示され、論戦が繰り広げられている。選挙戦では各党が公約に盛り込んだ都議会改革の争点となるが、現在都議はどのような待遇に置かれているのか、都議の仕事の在り方そのものが有権者の判断材料になっている。都議会の悪しき慣習を一掃し、議員自らが身を切る改革を貫徹する。まあ、身を切る改革ってなんかもう聞き飽きた感じがあるんですけれども、まあ、今回はですね、身を切る改革ということをおっしゃっている。都民ファーストの会は他の公約に先立ち議会改革を提唱。選挙後100日以内に議員公用車の廃止と政務活動費による飲食を禁止する公約を掲げた。まあ、こういうことでですね、共鳴するということで、名古屋のですね、河村市長なんかも応援に駆けつけていました。で、自民は口先ではない交渉力による議会改革を実行してきたと実績を強調。小池百合子知事が代表の、都民ファーストが都議会最大勢力になれば、行政のチェック機能が弱まると批判する。これは後でお話をする二元代表制と関連する問題ですね。で、公明は1年を通じて本会議などが開ける通年議会導入などを提唱。共産は生活費の、政務活動ですね、の飲食などへの支出禁止。民進は議員定数の削減を主張するなど、各会派が改革を訴え。都議は現在126人、定数127人、1人死去。女性は25人で全体の約2割だ。年代別では60代の47人、37% が最も多く、50代の33人、26% と続く。日本最大の地方議会で議員1人当たりの人口も最も多い。任期は4年。主な仕事は年4回、計約80日行われる定例会で、知事が提出した予算案や条例案が適正か審議することだ。議員側も議案を提出できるが、過去4年の議員提出議案は全体の約1割と少ない。その大半の意見書で議員提案で制定された新たな条例は過去25年間で1本と提言している。これは後で詳しくお話をします。全議員が出席する定例会のほか、本会議の議決に先立って専門的観点から詳細に議案を検討する委員会にも参加する。強制力を持って都政の個別事項を調査できる調査特別委員会、いわゆる百条委員会ですね。先頃もですね、豊洲問題、築地問題をめぐってですね、百条委員会が開かれまして、石原さんが出席をされていたりですね、浜尾さんも出席をされていたというのはテレビ中継もされたので、まあ、ご記憶に新しいところかと思いますし、例えば猪瀬直樹さんがですね、辞める直前もカバンにお金が入って入らないとですね、なんか模型を汗をかきながら入れさせられていたなんていうのがですね、記憶に新しいかと思いますけれども。で、舛添さんは、百条委員会にですね、設置されると困るということで、まあ、辞職をしたと。で、夜や休日は支援者の会合や催しなどに足を運び、地元の課題に耳を傾けるほか、選挙に向けて顔も売る。昨年1年間の議員報酬は約1715万円、議長は約2133万円。しかし小池氏が知事給与を年約1448万円に半減したため、知事給与を下回るように調整。報酬の2割削減を全会一致で決定し、今年度は約1372万円、議長は約1706万円となった。まあ、この報酬の2割削減というのは結局知事よりもですね、議員の方が報酬が、高額だとさすがにバランスが悪いということでですね、前回一致で、決定をしたわけですけれども、まあ、各政党今回の都議会議員選挙に際してですね、うちの党が報酬の2割削減をやりましたってポスターに書いてあるんですけれども、そういうですね、自分の党の手柄でって主張しているところはなかなかいかにも政治家だなみたいな感じは受けるところですね。はい、で、報酬削減と同時に、政務活動費も月60万円から50万円に減額された。
政務活動費は政策立案に向けた現地調査などの経費に充てられ、独自視察の交通費や会合の飲食代など使用範囲が幅広い。まあ、これだからよく私的なですね、会食とかですね、なんかキャバクラ行ったとかに使っちゃって、また時折問題になる話ですね。で、高額な海外調査費や講師の区別が微妙な旅行への有料、まあ、家族連れて行ったとかいろいろ問題が出てきますね。使用の是非がたびたび問題に上がる。都議会は今年度から領収書のネット公開や会計帳簿の公開を決定したが、政務活動内容の報告義務がない。まあ、世田谷区議会の場合はですね、これ1円以上の領収書をネットで公開しなければいけなくなっていますので、まあ、世田谷区議会に関してはですね、非常に取り組みが早い段階からなされているという感じです。で、公用車は現在都議会で22台保有、1人当たりの充足率は首都圏で最も潤沢だ。政府議長に加え、自民、公明、民進系の幹事長にも各1台を分配。共産は使用辞退しており、昨年度の使用率は自民が最も高かった。で、都民ファーストの会なんかこの公用車廃止なんてことも公約に盛り込んでいます。はい、ということでありますけれども、じゃあ結局のところですね、こういう都議会の内情というのは実は有権者、都民になかなか伝わっていないという問題があります。で、問題点として6ページにところにまとめておきました。まず、都議会改革が非常に遅れているということ、それから有権者の求める政策が実は選挙の争点になっていないという問題点があります。メディアなんかでよく取り上げているのは豊洲問題に加えてですね、オリンピック・パラリンピックのですね、まあ、費用負担の問題とかですね、会場整備の問題なんかが取り上げられているけれども、後で表があるのでご覧いただきたいんですけれども、実は都民がですね、一番求めている政策争点というものは豊洲問題でもオリンピック・パラリンピックの問題でもないということが、明らかになってきています。はい、で、これまた面白い記事があったので、載せておきました。読売新聞の記事なんですけれども、注目の都議選、都民の関心はそっちじゃない。これ早稲田大学マニフェスト研究所の事務局長の方の、ですね、が、コメントをしている記事なんですが、ちょっと非常に面白いので抜粋をしておきました。早稲田大学マニフェスト研究所は毎年全国の地方議会を対象に議会改革度を調査している。6月上旬に発表した2016年度の結果では、東京都議会は47都道府県議会中36位だった、まあ、前年35位だったんですね。ですから下がっているということになります。で、この地方議会改革に関してはですね、私も以前シンポジウムを開催したことがありますけれども、この調査ですね、次の3つの視点で70項目についてアンケートを実施しています。1つ目、議会の情報をオープンにする取り組みをしているか、つまり情報共有がなされているか、有権者に対して情報共有がなされているか。2点目、住民の意見を政治へ反映する仕組みを構築し取り組んでいるか、つまり住民参加がどの程度なされているか。それから3点目、情報共有、住民参加を推進するために議会の機能を高める取り組みをしているか、機能強化をしているかどうか、というこの3点ですね。で、この調査で明らかになった都議会の特徴というのは、3点ありまして、まず議員の女性比率は2割でありまして、これは最多。それから、2点目、事務局員数が141人で最多。まあ、これはですね、結局議会の定数も多いし、まあ、財政的にも潤沢なので、事務局の、事務局員の数が多いというのが当然の話になってくるかと思います。それから3点目、政務活動費が1人当たり約60万円、これは先ほど言った減額50万円に減額されましたが、で、2016年が最多だったという、議員活動の環境が非常に充実している。で、環境が充実しているということと、その結果としてのアウトプットが充実しているかというのは、これ必ずしも一致はしていないというのがまだないところですね。で、その一方で、1、委員会や議員の活動報告、議会広報の不足。
まあ、確かにですね、都議会の候補って新聞の追い込みで入ってきたりですね、いろんなですね、駅なんかに置いてあるんですが、なかなか手に取る人はいないですね。それから2つ目、住民参加、意見反映の機会拡大、これも非常にまずいですよね。それから3点目、議会基本条例制定など機能強化の必要性、これも非常に遅れている部分なので、など求められる改善点も少なくないというようなことになっています。で、議会改革度でベスト3に入った大阪府、兵庫県、鳥取県の3議会と比較してみると、都議会が実は改革に大幅に出遅れた議会であることが分かるということで、実はこの都道府県議会もそうなんですけれども、それ以下のですね、市町村議会なんかの単位も含めて見ていくと、やはり東京都の場合非常に取り組みが遅れています。で、この取り組みが遅れている事情というのは、実はこの議員活動の環境が充実している点と裏腹なんですけれども、そもそも平成の大合併でですね、市町村合併なんかが相次いだときに、地方議会議員というのは非常に無駄だから削減をしようとかですね、報酬を大幅にですね、削減しようということがですね、議論になりまして、で、それに対してですね、いや、議員というのはちゃんと仕事を果たしているんだと、議会というのは非常に必要な存在なんだということをですね、議員、議会の側からですね、有権者に、主張するためにですね、議会基本条例なんかが作られているケースが非常に高いんですね。ですから、財政が厳しい自治体ほど、議員とか議会の存在に対する理解を求めなければいけないので、議会改革が進むというですね、状況があります。ですから逆に言うと、都議会の場合は東京都が財政的に潤沢であるので、まあ、有権者に対してですね、これだけ議会とか議員って大事で仕事してるんですよっていうアピールをする必要がなかったという大変皮肉な状況でもあるわけです。で、6ページの下の段落ですけれども、議会の情報を都民へ積極的に公開する姿勢に乏しいばかりか、都民の意見を吸い上げる仕組み作りにも消極的である。閉ざされた議会であるだけでなく、時代遅れの議会であることが伺えます。まあ、ですから以前ですね、この世田谷区議会でも、議会基本条例を作ってですね、改革度を高める必要があるんじゃないかということでですね、陳情を行ったことがあるんですが、とある、議員の方はですね、こんな議会基本条例なんて作るのはですね、地方の貧乏な自治体ばっかりなんだから、まあ、世田谷区はお金あるんだからそんなことする必要ないでしょというふうにですね、おっしゃった方がいらっしゃったりするわけですね。まあ、ですからやっぱりそこまでの切迫感というのはないというのが、まあ、非常に残念というか、逆に言うと有権者はもっとプレッシャーをかけなきゃいけないのかなというところがありますね。で、特にですね、世田谷区議会の場合は定例会のですね、委員会なんかは全然ネット中継もないので、まあ、これもですね、議事録の公開とか中継を考えたらどうかという陳情したことがあるんですけれども、本会議のですね、ネット中継の視聴率すら良くないのに、なんで委員会なんかやらなきゃいけないんだとかですね、機材のやりくりができないから嫌だとかですね、まあ、そういう意見が普通に、出てくるというのが現状ですね。で、7ページに行きますけれど、特徴的な事例の一つが、委員会や本会議にパソコンやタブレット端末を持ち込むことを禁止している点だ。データベースの活用や情報の共有、検索などにこうしたツールは不可欠だ。スマートフォンを利用することも珍しくない。一般的な企業なら会議の場でパソコンやタブレット端末を活用するのは当たり前だ。ところが住民の代表者が集う都議会では、議場や委員会室に持ち込むことすら禁止されている。まあ、これ世田谷区議会もそうですよね。傍聴する際はスマホの電源を切らなければいけないというような状況があります。で、審議は全て紙の資料で行われます。委員会なんかも傍聴すると、膨大な紙の資料、閉じられたものが配られるんですけれども、終わると全部回収して返さなければならないので、結局重要なところはですね、後々チェックしづらいというのが、傍聴していても議論になっているんですね。で、この点だ
け見ても都議会の常識は社会の非常識となっている。ガラパゴス化している都議会の在り方そのものを疑問視する向きもあるだろうということでですね、東京都議会と大阪府議会、兵庫県議会、鳥取県議会の対応が表になっています。例えば、政務活動費のネット公開、これは大阪、兵庫、鳥取、いずれもネット公開していますが、東京都議会はない。から、常任委員会の動画のネット公開、これも、いずれもですね、ネット配信をしていますが、東京都議会は配信がない。から、住民との、直接対話の機会、これは大阪府議会が年6回、兵庫県議会年18回、鳥取県議会年4回開催していますが、東京都議会はやっていないと。これは議会説明会みたいな形でですね、各会派のですね、議員が集まっているところに、参加者がやってきて、いろいろ質問したりなんていうことができる、会合なんですけれども、これ東京都であればですね、町田市議会が確かやっているはずです。それからシティズンシップの取り組み、これはですね、参議会いずれも、出前授業などを実施していますが、東京都議会は行っていません。それから、議会基本条例に関しても、大阪、兵庫、鳥取は、制定していますが、東京都議会は制定していないし、制定するという動きもありません。それから政治倫理条例の制定、これは大阪、兵庫、鳥取に関してみればですね、大阪府はないけれども記録を取る仕組みはある。兵庫県も、ないんだけれども記録を取る仕組みはある。鳥取県議会はある。東京都議会はありません。それから、後で詳しく述べる議員提案条例の提出、これは大阪府は、3年間で3件、兵庫県は3年間で1件、鳥取県は、過去にありますが、東京都議会はない。それから一問一答の導入、これは参議会いずれも導入していますが、東京都議会はありません。それから反問権の導入、これもよく議論になってきますけれども、質問をした事項に関してですね、自治体の職員がした答弁に対してさら、なる反問をできるかどうかというところなんですが、これは、大阪、兵庫、鳥取いずれも導入していますが、東京都議会は、導入はしていません。世田谷区議会も導入はしていません。それからじゃあもう一つのですね、争点、じゃあ結局選挙の争点というのは有権者のですね、関心を反映しているのかという問題ですけれども、それに関してさらに記事を抜粋しておきました。実は今回の調査で浮かび上がった都民の最大の関心事は、築地市場の豊洲移転でもなければ東京五輪パラリンピックの予算の適正化でもない。今回のアンケート調査で医療、社会福祉、防災、景気対策、子育て支援などが上位を占めた。人口密集地である東京都は今後高齢者福祉施設への入所待機者問題が本格化してくる。身寄りのない独居老人も増えるだろう。これなんか待機児童に引っ掛けて待機老人問題なんて言ってるようでですね、今元気なんだけども待機が長くなることを見越してですね、入所を予約しましたという人も結構出てきていますね。それから、多摩地域あたりから過疎化も進行していく。これすでにデータで出ているんですけれども、東京都の人口自体は増えています。しかしですね、23区に流入してくる人口が増えているということでありまして、でなおかつ多摩地域なのかですね、いわゆる三多摩地域から23区に流入する人口も非常に増えています。で、三多摩地域に限って言えば人口減少し始めています。つまりですね、例えばニュータウンなんかはですね、これ郊外型なので非常に駅とか繁華街から遠くてですね、まあ、坂道が多かったりするとですね、買い物や病院に行けないということで、ある程度の年を取ってくると、まあ、都心に引っ越してしまうという人が非常に増えているわけですね。高齢者にとって医療や社会福祉に対する不安は人ごとではない。一方で保育所の待機児童の解消は遅々として進んでいない。安心して産み育てる環境の充実を課題としてあげる子育て世代も多い。将来の発生が確実視される首都直下地震など大規模災害への対策も急務だ。老朽化した住宅が空き家となったり、住民がいなくなったマンションが放置されたりすれば防災上も問題となるだろう。
都各築地市場の移転問題や2020年の東京五輪パラリンピックなどに注目が集まりがちだが、実際は日々の安心や近い将来の不安解消を求める都民が多いことが改めて浮き彫りになる。ということでですね、8ページにですね、この回答内容の、グラフを載せておきました。やっぱりですね、重視する、政策課題の上位複数回答ですけれども、まずトップに来るのが医療社会福祉で、これはもう 30% 近いですね、パーセンテージ占めています。で、2位が安心安全防災震災復興、これが 25% 超ですね。から景気対策 25%、 少子化対策子育て支援 20%、 個人都民税の減税 20%、東京都議会改革これ 16% ぐらいですね。築地市場の豊洲移転が、15% 超、都政改革 五輪関連予算適正化なども15% 超、雇用創出失業対策 15% 超、都以外で開かれる五輪の、費用負担が 15%、 インフラ整備がこれ多分 12% ぐらいですかね。ですから一般の有権者にあんまりですね、関心がないと思われるような都議会改革の、を重視するという、する有権者の方が、実はあの築地市場の豊洲移転問題とかですね、オリンピック関連の予算の適正化問題とか、費用負担問題よりも関心を集めているということがあるわけです。さて、それからですね、実はあの都政の課題として、まあ、都議会改革もあるんですが、じゃそもそも議員というのは、これ立法府の構成員であるわけですけれども、適格なのかどうか、これをですね、議員提案条例と二元代表制の問題として見ていきたいというふうに思います。まあ、二元代表制というのは、これ住民がですね、直接選挙で首長と議員を別々に選ぶ制度。で、国政では首相を議員から選ぶ議員内閣制が、取られていますけれども、地方の場合はですね、首長は直接選挙によって選ばれる、まあ、昨年 の都知事選なんかを見ていただいても分かりだと思いますけれども、で、この、首長はですね、予算とか条例などの議案を議会に提出したり人事を決めるという権限を持っていまして、で、議会はこれに対して議案の議決などで首長の行政運営を監視するという役割を持っています。ですから、そもそも、首長と議会は、まあ、適度な緊張関係にあるべきであるということですね。で、これなぜこういうことになったかというと、地方自治においては立法権と行政権の分離を徹底するというメリットがあるということですね。で、実はこの二元代表制というのは憲法にも規定されていまして、憲法93条です。地方自治体の首長と地方議員を、住民が直接選挙で選ぶ二元代表制を取るように定めているんですね、憲法93条。で、欧米の地方自治体ではこの議員内閣制を取る国が多くてですね、フランスは議長が首長を兼ねて行政に責任を持っていますし、まあ、アメリカではですね、議会が民間人なんかを行政の実質責任者に指名するシティマネージャー制度というものを取っている自治体が多くあります。まあ、しかし日本の地方自治体は、一律に二元代表制を取っているわけですね。しかしこの二元代表制についてはですね、批判もありまして、議会と対立すると何も決められないというですね、大統領制と似たような問題があること、起きることがあります。まあ、それゆえですね、非常に批判もありまして、例えばですね、維新時代の、橋本徹さんなんかは、やっぱりこの二元代表制というのを廃止して、議員内閣制をですね、取り入れていくと、この方がスムーズにですね、政策が実行されるんだということを言ってきました。で、小池都知事もですね、この二元代表制についてはやはり橋本徹さん的な発想を持っていまして、実は希望の塾のですね、入塾テストの論述問題の一つが二元代表制だったんですね。まあ、ですから二元代表制についてのですね、基礎知識を踏まえた上で多分、
小池さん好みの回答をしないとですね、希望の塾ではですね、合格できなかったということになるんではないかと思います。で実はですね、埼玉県志木市が2003年に市長を廃止して議長に権限を一元化する特区制度というものを提案したんですけれども、これはやはり憲法93条に違反するということで総務省が認めなかったという経緯があります。で現状じゃ都議会はどうなっているのか、本来二元代表制にのっとるのであればですね、知事が出してきた予算案とか提案、の議案が正しいかどうかを厳しくチェックをするということになると思うんですね。で地方議会は予算や条例などの首長提出議案が正しいかどうかチェックする議決機関でありまして、浜田さんのところに行きますけれども、で首長議会どちらも住民の直接選挙で選ばれる地方議会は二元代表制を取っていますが、じゃあどうなっているかというと、都議会の場合、2013年の第3回定例会から2017年の第2回定例会直前までですね、までのデータを、これは全部都議会のサイトに出ているので、拾ってきて数えてみました。知事提出議案は965件あります。で、条例に関しては継続審査が1件。契約に関しては議会が撤回を、したものが2件、付帯決議付き原案可決は1件で、これ以外の計961件すべてが原案可決で、原案可決率 99.6% です。つまり知事が出してきたものを議会が、うん、これでいいよねって言って OK を出しているというのが 99.6% です。それからですね、4年間で可決した議員提案条例、これがですね、どのくらいあるかというと、つまり議員がですね、こういう条例を作った方がいいんじゃないかというふうに提案してく、ると。これは当然、議会は立法府ですから、議員のですね、仕事の一つ、役割の一つであるわけなんですけれども、この4年間で、議員提案条例というのは9件のみ、出されていますが、いずれも内容は議会運営に関するもの、つまり、先ほど言ったですね、政務活動費を月60万円から50万円に削減するとか、議員報酬を2割カットするとかですね、まあ、そういう自分たちに関することを、決めるという条例だけがですね、提案されていると。で本来地方議会の役割の一つが議員立案によって、まあ、住民福祉を向上させるということでありますから、東京都もそれぞれのですね、地域課題を抱えているわけですけれども、それを解消するような議員提案条例というものが一件も出てきていないという点で、実は都議会議員はどこを見て政治をしているのということにもなってくるわけですね。それからですね、2013年の第3回定例会から2017年の第2回定例会まで、議員提出議案、選挙としては除くもの、これはですね、条例案が37件、意見書42件、決議25件の計104件ありました。で、これ104件というのはですね、知事提出議案の件数の1割未満ということ。でなおかつ可決されたのはそのうち 66.3% の69件なんですけれども、これ内訳を見るとですね、また深刻な、内容になっています。ですね、これ条例は9件というのは先ほどのですね、2回目に関するものであるわけですけれども、その他子どもの医療費等の負担軽減に関する意見書などの、まあ、意見書というのはこれ地方自治法なんかで定められた、地方議会の権利でありまして、まあ、国とか首相内閣に対して、こういうことをしてくださいと求めるものなんですけれども、まあ、この意見書は38件、それから、北朝鮮による核実験及びミサイル発射に対する抗議決議などの決議が22件となっていまして、実は可決されたものの9割弱が意見書と決議で占められています。
ですからこれ自分たちでですね、提案したものというよりは陳情の形で上がってきた意見書とか決議というもの、それがほとんどであると。つまり、都議自体がですね、都政をチェックしてこういうことが欠けているから条例化して問題解決に当たろうという発想が、ほとんどない。まあ、自動的に上がってくるものだけの形式を整えて、提出をするという姿勢がですね、これで見えてくるわけですね。で、9ページになりますけれども、まあ、結局ですね、重複になりますけれども、条例9件の内容というのは、これ議員報酬の削減とか、期末手当の削減とか、ね、議会委員会条例の一部改正とか、議会情報公開条例の一部改正など議会運営に関するものでありまして、これもしょうがなく批判が高まってくるからですね、なんかカットしようということで、条例を改正しているというだけのは非常に受動的な感じがします。ですからですね、いわゆる政策型議員提案条例というのはゼロなんですね。で、都民ファーストの会は、公約として議員提案条例で禁煙等12条例の制定を公約に掲げているんですけれども、まあ、可能かどうか、まあ、つまり都民ファーストの会の候補者選定を見ているとこれ内部から非常に批判が出ていまして、結局ですね、ポスターも小池さんとの離婚ポスターを写す側にはですね、その分お金を出して買い取るとかですね、公認をしてもらうためにお金を払っているということが結構内部事情で出てきていまして、でどうしてもですね、マスコミ受けするような元アナウンサーとかですね、元ミュージシャンなんかが前面に出てきていたりということがありまして、まあ、そういうことになってくると、この政策型議員提案条例を提出できるような的確な適格性のある候補者が果たして都民ファーストの会にいるのかどうかという問題もあります。まあ、それからですね、結局二元代表制ということで、議会は、首長のチェックをしていくということですけれども、そのですね、都知事が、トップである政党がこれ議会で過半数を占めた場合に、その二元代表制に基づくチェック機能というのが果たして働くのかどうか、まあ、ですからこれを逆手にとって自民党などはですね、自民党が議席の過半数を占めないと都政、都知事に対するチェック機能が働かないんだなんていうことを最近は街頭演説の中でですね、よく、主張をしているところなんですね。まあ、これ自民党が正しいかどうかを置いておくにしても、そもそもじゃあ二元代表制って何なのか、その意義があるのかどうかということまで含めてですね、考え直していかないといけない、実は非常に重要な争点であります。ですから、都民ファーストの会が過半数を取れるかどうかという争点は、実は東京都の二元代表制が機能するかどうかという非常に大きな問題をはらんでいるということになっているんですね。まあ、このあたりの重要性というのは非常に政治学的に見れば重要なんですが、まあ、実際の有権者の方はどこまで認識ができているのかなというのは、非常に思うところです。それから、もうちょっと選挙のテクニカルなことで言えばですね、民進党の偽装離党とか偽装都民ファーストの会の問題というふうに書きましたけれども、結構ですね、ポスターなんかを見ていくと、都民ファーストの会ではないんだけれども、公認を受けているわけではないんだけれども、都民ファーストの誰々とかですね、都民第一の誰々とかですね、都政大改革とかですね、いう非常に類似したスローガンを掲げていたという人が多いですね。それがなんとなく緑っぽい色を テーマカラーにしている人も非常に多いとかですね。だからそもそもであれば、民進党自体が東京改革議員団と名乗っていて、なんかこれは非常に小池派であることを起草する、あるいは有権者に、誤認させるような感じ。それからですね、例えば江東区の現職の方だとですね、江東ファーストなんていうことを掲げている候補者もいましたし、
それからですね、都民ファーストの会自体はですね、非常に候補者選定が不透明であるということで、希望の塾の塾生がかなり内乱を起こしていまして、希望ファーストの会というのを設立して、希望ファーストの会でですね、立候補しているという候補者が何人かいます。などですね、有権者から見ると、なんかあれもこれも偽装都民ファーストみたいなですね、非常に分かりにくい状況になっていて、世田谷区の広報みたいなですね、都政大改革とかですね、このほぼモノクロなので分かりにくいですけど、掲示板で選挙ポスターを見れば分かる通りですね、ゆりこグリーン的な色を使っている方も非常にいたりとかですね、あるんですね。それから、民進党の公認候補だと都民第一という助けなんかかけちゃったりしてですね、都民ファーストなのかってみんながうんと思っちゃうような感じの方が、いたりとかですねします。でそれからもう一つ問題なのがですね、民進党を離党した人が非常に多い都民ファーストの会ということなんですけれども、で都民ファーストの会公認で民進党推薦の候補者がいたりとかですね、いわゆる偽装離党なんじゃないかと言われる人が非常に多いですね。でこれ選挙後に何が懸念されるかというと、選挙後に都民ファーストの会が第二民進党化していくということであるとか、あるいはですね、会派が分裂する、結局元民進党系の人とそれ以外の人で揉めてしまって会派が分裂するということがこれ懸念されているわけで、かつてみんなの党がですね、先ほど の会派紹介のことでお話をした通りですね、勝手に会派離脱届を出した出さないで揉めて、すぐにですね選挙後に分裂をしてしまったと。でそれを見て有権者が非常に政治不信を高めてですね、都政に関する対する関心を失ったということがありましたけれども、その二の舞になりはしない。でそのような離合集散を繰り返せば結局都民の政治不信というのを招きかねないということで、これ結構実は深刻な問題なのかという感じはします。それから、世田谷区内なんかでもいろいろ見ていくと、やっぱりこの民進党の、直前になってですね、公認を外されてですね、出馬を取りやめた、民進党の候補者がいたりしまして、そういうのを見ていくとかなりどうも内実が不透明で、その背後にですね、この民進党内部とか都民ファーストの、偽装離党の問題なんか見ていくと、とある宗教団体がいろいろと後ろで、票をですね、ちらつかせてなんかいろいろと動いているなというのが見えてくるところではありまして、そうなってくると結局政治って誰のものなんだろうというのが、そもそも疑問になってきます。つまり投票率がですね、高ければまだしも投票率が低かった場合には結局組織票がものを言ってきてしまうわけですから、じゃあ誰のための政治が行われているのかというのは非常に疑問であるんですね。それから野党共闘なんかを見ていても、非常に疑問に思う点が、いくつかあるわけですけれども、どうしてもですね、政治活動の主体というのが、現役世代というわけではなくて、リタイアした世代の方が非常に多くて、皆さん年金をもらいながらですね、政治活動に従事をしているわけですけれども、そうなるとどうしても内部でですね、若い人がなぜ政治参加しないんだと、若い人はやる気がないからダメなんだみたいな議論になってきまして、現役世代って仕事は忙しいし、育児はあるし、場合によっては介護はあるし、それで平日の昼間にですね、ビラ配りに参加しろとかですね、休日の、とかですね、貴重な休日とか、夕飯時にですね、会合に出てこいとかですね、それからそもそも土日に設定されてもですね、土日勤務の方も非常に多かったりするわけで、それで集まりが悪いとか若いやつはダメだみたいなこととかですね、かなり内部で言われているというのは結構私の当たりにするんですけれども、そうなるとですね、政治って本当に誰のものなのか、誰のためにやっていくのかっていうのはかなり疑問になってくるところでありまして、
そういう祖母はですね、先ほどの、アンケートのですね、重視する政策課題のアンケート結果と実際に各政党が公約で掲げている、政策課題の、ズレというものを生じさせているのではないのかなというふうに非常に思うんですね。まあ、ですから本当に地方議会って私たちに一番身近なですね、政治課題を解決すべき、場所であるわけなんですが、それはですね、なかなか有権者の、関心を反映しないということになってくると、これはますますですね、政治不信が、高まっていくし、どうも政治の争点選び自体が一部の人の、意向に、乗っかっちゃっているという傾向がなんか強まってるんじゃないかななんていう懸念も抱いているところであります。